よ吉谷さん。この前ね、暗号通貨でね、白菜ってやつがものすごく価格が上がっていたんで、それをニュースにしたんですよ。そしたら私の熟成さんが何人かね、その白菜って暗号通貨を買ったんですよね。翌日10倍になって売ってたみたいです。<laughs> もうね、たまたまにも程があるなと思いましたね。なんでしょうね。私がね、これだと思ったのがね、こういうことって結構あるんですよ。で、 あの僕ボロスカスに言った暗号通貨は駄目になるしねなんか予知能力でもあるんでしょうかね。まああの車のエアロの話から全然暗号通貨で関係ないとこですけどもやっぱね車をよりかっこよく見せるためにエアロを組むそしてそのエアロの専門店っていうのがいっぱいあるんですけどもだからエアロのブランドにもファンがつくんですよね。であの元となる車は トヨタ、日産とかあるんですけどもじゃあエアロはこの会社だよねみたいなねでいろんな会社が組み合わさって一つの商品ができるっていうことを考えたらまあね車もいろんなメーカーがね下請けとかがねこぞこって作ってますからね、うん、だからやっぱりそれぞれの役割分担でベストなものができるってことなんでしょ多分ねその,このインターネットビジネスも対談とかやるじゃないですか、うん、だから私たちの力だけじゃなくて その熟成さんとかインタビューを受ける人の力を借りて共同作業ってのもあるんでしょうね。うん。だからやっぱりこう、その組み合わせにしか出せない味ってありますよ。この億万長者合宿でもね、いろんな味が出てましたけども。あの合宿に参加した皆さんどうしたんでしょうね。マイバッハどうしたんでしょうね。い <laughs> ってらっしゃい。